丁寧な暮らしっていうのが結構話題になってるというか、まあ、僕が見てる YouTube で結構おしゃれな生活とかを切り取ってる方が多くて、それに憧れてはいるんですけど自分ができてないっていうのがすごいこうイライラするというかあれだったんで、先輩からまあ真似してみたら少しその人たちをちょっと取り入れてみようかなと思って、なんか多分自分すごい完璧主義で全部一緒にしようとか思っちゃうからそれって疲れるけど、まあ少しならできるし、なんかとりあえず服を畳んでアイロンかけたりとか、まあできるところから少しずつ、まああと引っ越ししたいなってのはあって、もうちょっとやっぱ生活しやすいところに、まあただここの契約が来年の1月までなのでそれまでは住まないといけないんですけど、やっぱある程度の広さって大事だなっていうので、でもあれもおしゃれな生活をしようってなるとそれでそれでストレスだろうから、取り入れるとこから取り入れていきたいと思います。あとは読書ね、頑張ろう。バイバイ。